まあ、実はこのアメリカに着いてから1週間ぐらいした時の話で、まあかなり時差ボケも激しい時でした。はい、だいたい夜の、まあ、6時とか7時ぐらいになったら猛烈な眠気に襲われて、そこから起きるのが困難っていう状態が結構1週間以上続きました。まあ、そんな時に臭いな いいタイミングで来るから、まあ、その日は頑張ってね、ちょっとこう微調整を入れながら時差ボケを直すために遅くまで起きてました。で、大体寝始めたのが、まあ、9時ぐらいで、夜のちょうど寝いる時ぐらいかな、結構な音がね外から聞こえました。パンパーンっていう音が2回ぐらい打つ音が聞こえました。めちゃくちゃ寝ぼけていて、本当に寝いる手前だったんですけど、音を聞いて一発で、あ、銃だなって分かるような音が聞こえました。で、その時に、えってなって一回起き上がって、そしたらしばらくしてその銃声が聞こえたタイミングぐらいから外が騒がしくなって、で、しばらくすると救急車とかが、まあ、出動するような音が聞こえました。はい、一回窓から顔を出してみたけど、自分が顔を出して見える範囲ではなくて、まあ、ちょっとだけ離れていたか、ブロック違いの裏側やったのか、はっきりとした場所は分かんないんですけど、まあ、アメリカに着いて約1週間ぐらいの時に銃声を聞くと思ってませんでした。で、今回が、4回目のアメリカの旅になると思います。で、今までいろんな話聞いてきたりとかしましたし、自分が来る前にもそういったことがあった、事件があったみたいなことは聞いたことがあったんですけど、実際に銃声を聞いたのは初めてでした。はい、結構な事件的なことだったと思いますが、あの時はもう眠たすぎて眠気に勝てず、外にももちろん出ませんでした。出たら危ないから。はい、僕は大体アメリカに来るとダウンタウンに泊まることが多いです。友達がいてるので、まあ、特に今ねいつもお世話になってる B のところに泊まることが多いので、まあ、B は基本的にダウンタウン周辺にいつも住んでるので、まあ、今回のこの旅も同様ダウンタウンにいてます。で、僕がよく行くホールフーズというでかいねスーパーがあります。2年半前にアメリカに来た時、ちょうどその着いた1週間前にホールフーズ内で、発砲事件があったそうです。はい、それ聞いた時結構びっくりしました。まさかあんな綺麗なめちゃくちゃピースフルで平和な感じなんですけど、まあ、自分が着く1週間前にそういったことがあったっていうのを聞いて、さすがちょっとアメリカ怖いなっていうのを前に来た時に思いました。ちょうどそんな話をB から聞いている時に、それこそまた僕がその以前来た時に、来たタイミングのちょうど1ヶ月前か何かで、ダウンタウンのストリート、ギャングとの争いがあったのか、車からカーが乗り出して銃撃戦があったみたいなことを、まあ、それも聞いて、体乗り出して車乗ってる状態でパパパパパパパーンって撃ったみたいです。まあ、そんな話を聞いた時に、わお、ほんまに運が悪いと撃たれても仕方がないなって思います。まあ、特にこのアメリカではね、それがあり得るんで、運が悪ければそういったところに出会う可能性もあるかもしれないです。そして、まあ、僕がその2年半前に来た時に、ちょうど UCLA という大学があります。生徒の子が銃を持ち出して、生徒とか先生とかやったかなを撃って、結構大きな事件がありました。ちょうど僕が滞在してる時にその事件がありました。 Tonight, new details in a deadly shooting that paralyzed UCLA's campus and sent students running for cover. Around 10 o'clock this morning. わりかし身近なところでそういった結構でかい事件がありました。今回ついて早々銃声を聞くということがあって、いろいろちょっと考えさせられる部分もあったり、で、 B にね、いろいろ、まあ、今回以前来てからかなり久々に来たので、今のそのダウンタウンの状態だったり、まあ、このアメリカっていう国のちょっと治安的なことを B に聞いたら、治安的には悪くなってるって言ってました。だから前よりもそういった事件が多くなってるし、どっちかっていうと今の方がちょっと危ないかもっていう風に言ってたんですが、今はまあこちらについてもう2週間以上経ちます。夜遅くまで結構行動をすること多いです。はい、で、今のところ正直運だと思うんですが、そんなに危ないようなことは感じないのと、むしろ前よりも良くなってるような気はします。今僕が泊まっている場所が以前 B が住んでいった場所から離れて、治安的に言うとダウンタウンの中心部で言うと一番汚いというか、一番ちょっとだけ治安が悪いのかな、多分ホームレスの人がまあ多いエリアではあります。はい、なので周辺は正直臭いし汚いです。で、僕は周辺今までこうダウンタウンにずっと住んでいた中で、僕が今いてるエリアっていうのはすごく汚いイメージがあって、ちょっと怖い
イメージがありました。で今回そんな場所に自分が住むことになって今ずっといてますが、これでちょっといろいろ学ぶことがありました、はい。まあ、そんなビートを結構今回いろいろな話をずっとしてる中で、彼はね本当に人間としてもまあ、男としてもすごく尊敬する仲間の一人で、そんな B が今回そういったエリアでこうまあ生活をする中で、まあ、彼はすごくフレンドリーな人で、で結構ねホームレスの方だったり、まあ、周辺の住民とかもすごくみんな仲良くて、で結構ねまあ、アメリカっていうのもあって誰とでも親しいような感じで挨拶するし話すしっていう感じ で、まあ、そんな B とずっとこう話す時があって、すごく自分の心に響いたことを言ってくれました。そのエリアは先ほど言ったようにちょっとだけ治安は悪いと思います。 B が言っていたのは、そんなコミュニティで自分がそのコミュニティに入り込んだら何の危ないこともなければ、むしろ仲間として迎え入れてもらえると。でその言葉を聞いてから自分からまあ積極的に話しに行ったりとか、まあ、道端でホームレスの方が、結構多いです。まあ、そんな方だったりその辺に住んでる方だったり、なんかみんながコミュニティの一員として一緒に暮らしていると、でそういった気持ちで自分もそのコミュニティに入っていこうと思って、まあ、本当にその日からいろんな人と、まあ、自分から声かけたりとか、向こうから声かけられたらそこから会話が始まったりとか、ちょっと意識的にするようになりました。そうすると結構面白いことにいろいろな世界が結構クリアに見えてきます。今まではちょっと汚いとか臭いとかちょっと怖いなみたいなイメージがあって、そんな場所に今自分がいてる中で、自分がそのコミュニティに入ったら全然そんな風に見えなくて、むしろまあそれが当たり前、こっちにいてる周辺で住んでいる方、まあホームレスの方、まあ日本のホームレスの方もちょっと僕事情わからないですけど、いろんな事情があってそういった形になると思うんですけど、結構こっちはシビアなホームレスの方がいます。はい、どういうことかっていうと、まあ足がなかったりとか障害を持ってしまったとか、例えばまあそういう車事故とか、多分そういった方が結構多いと思います。でアメリカは保険事情がすごく悪くて、日本みたいな保証がないです、はい。なので怪我するとみんな自力で直します。保険料がバカ高いので、こっちは保険がアメリカではあまりしっかりしていないので、みんな自力で直すっていうのもあって、例えばお金のない人が怪我をしてしまうと、多分そのままにしてしまうのか、まあ、結構道端にね、アメリカとかダウンタウン来たことある人は分かると思いますが、結構シビアな人多いです、はい。頭ちょっと陥没してる人もいますし、本当に結構シビアです。でもみんなね本当に生きてるんですよ、当たり前やけど。でもなんかこう今まではなんか汚いとか嫌だなっていう風な見方をしていたのが、今それがすごく変わって、 B が言っているなんか受け入れる、むしろ自分がそのコミュニティに入っていくっていう気持ちで自分から積極的に動くと、すごく世界が変わって見えてるなって自分で感じます。で今回まあその銃のことをきっかけに、こっちでは日本みたいな平和な国では正直ないとは思います、はい。基本的に普通にしてたら大丈夫ですけど、何の問題もないしピースフルですよ。人も優しいし超フレンドリーだし、ただなんかそういったことをこう日本と全く違うこのカルチャーにいてて、特に今自分が住んでいるエリアっていうのは本当に今までのこの自分が育ってきた環境とは大きく違います。まあ、基本的に銃撃戦だったり銃声を聞くことっていうのは本当にギャングとの争いがない限り見ることとか聞くことすらないと思います。今回僕がこの動画を撮っている中で一番話したい部分になるんですが、 B とその弟ロストルっていうやつがいてます、はい。で今彼らはアートをやってます、はい。ギターだったり音楽だったりアートの世界に今足を踏み込んでいて、ダウンタウンから本当にちょっとね20分とか30分ぐらいそんな離れへんかな、スキットローっていう場所があります。スキットローっていうとわりかし知られた有名な危ない地域ではあります、はい。でそんなスキットローにその B とロッソルの友達が住んでるみたいで、 B とロッソルがその友達の家に行った時にその人がギターをやってると、でそのギターの演奏をちょっと披露するって言って、B とロッソルに演奏を見したみたいです。そのギターの僕あんまり詳しくないんですけど、ギターってこうあるでしょ、弾くところ、要はこう弾くところのこの部分が靴のシューレースでピーンと貼られていて、演奏をねその人がやってももちろん音出ないんですよ、靴紐やから。でその靴紐がいくつかついたギターをバーンって弾いてこう気持ちよく歌って、音が出てないけどその人は音が出てるかのように演奏したそうです。ビートロッソル最初はあ
みたいな、え、何これみたいな感じでめっちゃびっくりしたけど、時間が経つというか演奏を聴いていると、うわーこれすげえなって思ったらしくて、で彼ら結構そういったことに慣れてる、そんな2人でも結構衝撃を受けたらしくて、彼はそのギターから音が出てないことを知らなかったらしいです。ギターの、そのギターについてるそのシューレース、要は靴ひも、あの結ばれたそのギターがギターだと思っていて、僕らが当たり前に思ってる聞けば音が鳴るっていうのがギターだけど、その人からしたらギターというのはその形であって、その自分の気持ちだったり雰囲気、要は自分が音が出てると。でその話を僕が聞いた時に、何やろ、とりあえず鳥肌がすごく立った。なんか僕らが当たり前に思ってるようなこと、これはこれ、あれはあれって決まってる世の中の定義だったり、当たり前だと思われてること、人によっては当たり前ではないっていうのが、このアメリカ、まあ、アメリカといったら本当に世界で最も大きな国で最も力のある国ですよね。遠くに住んでるこの日本人、僕たちみたいな人が、そのアメリカでそれを知らない人が世の中に言ってる、特にネイティブな人がギターっていうものを知らなくて表現するっていうのを、まあ、アメリカではね、結構ね、あのそこら中で車が鳴ってます、はい、多分まあ割って取られたりとかいろいろあると思います。一回想像してみてください。あのこんな大都会、特にロサンゼルスのダウンタウンって言ったら中心部ですよ、あのロサンゼルスの。でスキットローっていうとダウンタウンから一つ離れた場所で超中心部で、でそんな大都市でも今みたいにこのソーシャルメディアとかそういった情報がなくて、スキットロー多分ちょっとこう、まあ、ホームレスの方だったり、まあ、お金のない方が多分多いエリアだと思います。僕も一回行ったことはありますが、そのギターを演奏した方がそのギターを使ってする演奏がそのギターの使い方であって、僕らが知っているようなこの固定概念って言ったらあれかもしれへんけど、ある意味固定概念なのかなって、こう自分がその B から聞いた時にすごいなって、なんかとりあえずちょっと表現しづらいですけどね、これすごく、要は日常でこう、まあ、生活してる中で日本って言った恵まれた国でいてると、ちょっと違うものを見たりとかすると人は結構批判をしたくなります。それについて上げ足を取ったりとか、あの人はねそれを見てこうつつきたくなるんですよね、ちょっとしたことで。特にこういう YouTube やってると、全くコンテンツとは関係ないところを引っ張って、そこをみんなにつつくっていうことを結構ね、まあ YouTube やってるとね、コメントとかで結構あります、そういうこと。これは日本人だけではないと思います。やっぱり変なものを見たら噂をしたくなるとか、文句を言いたくなるとか、それは違うだろうってジャッジをしたくなるっていうのはあると思うんですが、僕そういった話を聞いた時に、僕そこまでそんなにね人のことを見てこう、あれがこうだこうだってあまりジャッジはしないですが、その話を聞いた時に、なんやろう、世の中ってこういうことをもっと勉強してもっと経験していかないといけないなって、その話を通じて思いました。まあ、今回のちょっとこの話ちょっと難しいと思います。はい、いや僕たちが思ってるようなこの常識、これはこうだ、当たり前だ、みんな知ってて当たり前っていうような考えが当たり前なようで当たり前じゃない、でそれを押し付けてしまうのは本当に良くないなって、まだこの旅始まったばかりですが、いつもそういったことを経験している方ではあります。で異文化が僕は大好きなので、よく海外に自分から行くのもそうだし、仕事で行くこともあります。で割かし、まあ、そこら辺の理解は ある方だと思いますが、今回のこの話はちょっとレベルが違って、世の中で皆さんが思っている当たり前、これは知ってた当たり前、できた当たり前っていうようなことっていうのは、その自分の解釈と自分が知っているだけの知識だけであって、世界を広く見た時にそれは当たり前ではなかったりとか、アメリカだからみんなこれ知ってるでしょっていうのは違うんだなって思いました。まあ、特にこのアメリカとか、まあ、ヨーロッパもそうですけど、道端にこうやって歩いていたら歌を歌う人もいれば、急に踊り出す人もいてるし、それこそね、叫んでる人もいます、いろんな人います。ただ人はみんなジャッジしないです、こっちの人はあまり、まあ、その人はそれみたいな、それはそれみたいな。僕は結構そういったところが居心地よくて、この欧米のカルチャーがすごく自分には似合ってるなと思います。まあ、僕もね、わりかしそこは、僕は人と同じことをするのが好きじゃないので基本的に、
だから自分は自分の道をこう行くような、まあ、人生を歩んできたと思います、まあ、そうするとまあこうやっぱ日本ではそれに対してそれは違うとかそれは変だとか結構ジャッジされることが多いです。日本でもいろんなことを挑戦してる方すごく多いと思います。ただ周りの目を気にしてしまったり自分がやろうと思ってることに賛成がないとこれは間違ってるのかなと思ってやめてしまったりすることすごく多いと思います。で、僕はこうやってなんでアメリカとかいろんな国に行く中の一つの理由で自分の視野を広げたい、自分のこのこじんまりした考えっていうのは本当に自分の可能性をすごく狭めます。これだけのこと本当にできんのにでも周りからのその目を気にしてしまったり周りからのその批判とかジャッジメンタルを気にしすぎてこれだけのことを本当できるのにすごく狭い範囲で頑張ろうとしたりとか実際そういった努力っていらなくてもっと広い範囲でやって本当にいいと思います。で今回ちょっとねテーマはランダムではありますが純粋に僕が今回感じたことを撮っています。今回のエピソードとしてまあこの動画を見てていいも悪いもあまりないと思いますが率直に自分が感じたことを今回話してます。でトレーニングもそうです。自分がかっこよくなりたいとか単純な理由から始める理由がほぼだと思います。はい。で自分が思ったことをとことん突き詰めてやろうとすることで初めて前に進めるのでまあこれが筋トレトレーニングだけじゃなくて自分がやってるスポーツとか目指してることがあると思います。将来的なこととかもうそれを周りの意見とか気にせずにすごく頑張ってほしいなって思うのと何もビビってちゃ何もできないです。やるしかないし人生一回きりです。そう思って自分はもう今回こうやってアメリカにも来てますしこれはただ遊びに来てはいません。今後の将来的な活動とかを見つめて来てます。全て自分のやる行動だったり今までやってきたことっていうのは全て意味があって、まあ、僕のやってることに対して理解のない方もたくさんいます。はい、もちろん。ただそんな周りの意見はあまりもう気にせずにやってます。自分ができること分かってるので成功できることも分かってるんでその人の意見はそれ人の意見に飲み込んでたら人生やっていけないんで自分が信じた道を歩むためにも今自分が全てそれに対して努力してます。自分がそういった思いで来てるだけに今回のこの銃声を聞いたこともそうだし、まあ、先ほど言いましたアメリカではあまりジャッジされないっていうのは靴ひもがついたギターを演奏して日本でそういったことをやった多分変な目で見られて終わると思います。でもアメリカではアメリカでもそこをどう見られるか分かんないですが人はあんまり大きくジャッジしないかなとしたとしてもあまり気にしないむしろ、うん、それはそれでいいんじゃないっていう感じでだからこの国アメリカではいろんなカルチャーが生まれてきたと思います。まあ、僕がやってるそのダンスもブレイクダンスこのアメリカから来ました。そしてトリッキングと言われるものマーシャルアーツそれもこのアメリカから来ました。でヒップホップ皆さんが知ってるこの言葉これもアメリカから来ました。アメリカから生まれたスポーツカルチャーだったりたくさんのものをここから来てる理由がこういったところにあるんだなと思いました。個性的な人ほどこういった場所では生かされるなと思います。少なからず間違いなく僕は個性的です。はい、かなりユニークだと思います。でも自分がユニークで本当に良かったなと思うところたくさんあるのでこのユニークネスっていうのは本当に大切な部分で誰しもが本当は持ってるものなんですけど日本ではそれを隠さないといけない一つ違うことをやってると隠さないといけないっていう文化があるので、まあ、それをいいと思う人もいれば悪いと思う人もいます。まあ、今回はこの旅を通じて、まあ、ちょっとね話した内容ランダムなんですけどトレーニングだけじゃなくて自分の精神的な部分も鍛えていってください。鍛えるためにも環境を変えてみたりとか僕がこうやって、まあ、アメリカに来たように自分でちょっと踏み出して何か違う環境に自分を置くとかすることによってまた新しい世界が見えると思います。で今回は、トレーニング的な内容ではないですが柔軟な頭を持つというトレーニングにはなると思います。ちょっと分かれへんなというわけでちょっとね今回話しても長くなったと思いますが最後まで見てくれた方ありがとうございました。ではまた次回からは普通にねいろいろやっていきたいと思います。ではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。ちなみにどうですか髪型。昨日ちょうどね美容院に行って毛切りました。その様子はシティネストで上げてるのでよければ見てください。シティネストというとメトロンブログと違ってブログとか、英語だったり、まあ、興味のある方ねまあ、ガジェットとかそっちで上げてますのでよければそっちもチェックしてください。はい、というわけでまた